わ。顔がいい。隣の席の根室くんは前髪が長い。学校のほとんどの人間は彼の顔を知らないと思う。見えてんのかそれ。印象が地味だから誰も興味を持たないけど、根室くんは顔がいい。後ろの席大丈夫か？窓閉めとけ。はい。はい。根室くんはありがとう。次の問いを、顔がいい。二度言う。何？なんでその顔面をもってして前髪伸ばしてんだ？もったいな。あえてか、あえて隠してる。そりゃそんなご尊顔さらしてたら世間が黙っちゃいないもんな。そういうこと、そういうことなんか。何してんの？浴びたご尊顔を脳に刻み込んでる。また幻覚見てるのか。根室くんが美形だなんだって。このように周りは信じてくれないが、数ヶ月前、委員会だから先帰っていいよ。ふい、じゃね。生徒手帳落ちてる。職員室に届けておくか。何年何組？なんだ、同じ1年じゃ。誰だこの美少年。思わず持って帰ってきてしまった。顔の良さに放心してた。明日本人に直接返せばいいんだし。本人に直接。別に生でこの顔面を拝みたいとか、そんな下心なんてないですし。誰に言い訳してんだ私。姉ちゃんうるせえ。はは。明日返さないとだもんな。さすがにまずいって。他人の証明写真を勝手に撮ろうとか、さすがに、さすがにな。まずいって分かってる、分かってるけど。根室純くんっていますか？僕が根室ですけど。これ廊下で拾ったから。あ、中見て。いや、ありがとう。じゃあこれで。顔見れなかったな。あの写真見せればみんな信じるだろうけど、出したら私が社会的に終わるからな。まさかあの後同クラスの隣の席になるとは。ちーちゃんって根室くんの顔だけが好きなの？そうだが。言い切りやがった。何か文句でも？恋愛的な話だったら面白、応援してあげようかと思ったのに。そういうんじゃないって。顔を盗み見してるだけで根室くんのことよく知らないし、癒しをくれるアイドルみたいな。水族館の名物赤ちゃんアザラシと成分は同じ。見る清涼剤。意味わからん。たまに覗くご尊顔を拝んで癒しを得れれば満足なの。トイレ行ってくる。あれはやっぱり隠してるって反応だったしな。おかげで余計に写真消せなくなってるけど、もったいない。まあ根室くんの顔の良さを知ってるのが自分だけと思えば、ちょっと優越感とかなくもないけど。うわっ！あっ！あっ！あの高村さん？はっ！うわあ！ごめん！前見てなかった！頭とか打ってない？大丈夫。高村さんこそ。怪我とかしてない？手ついてたけど。大丈夫です。よかった。立てる？は、はい！素早い。一応保健室とか。いい！本当に大丈夫だから。そう？じゃあ僕、
先に教室戻るから。うん。なんだこれ、間近でいい顔を浴びすぎたからか。怪我とかしてない？一応保健室とか。よかった、こっちが押し倒したのにめっちゃ心配してくれたな。根室くんは顔がいい、それしか知らないけど、せっかく隣の席になれたんだし、顔以外のことも知っていけるかな。こら高村、授業だぞ。何廊下で突っ立ってる。はい。隣の席の根室くんは顔がいい、見えないけど、あと多分優しいやつなんだと思う。はあ、それ以外は相変わらずよくわからない。でもこの前は至近距離でお顔を拝めてラッキーだったな。いくら好きな顔って言っても、あの時はさすがに近すぎたけど、もっと顔見たいな。高村寝るな。次。走るな、しんど。たかが100メートルで大げさな。こっちとら信号走るのすら息切れレベルなんじゃい。運動不足で威張るな。次、位置について。根室くんの番じゃん、走ったら顔見えそう。いや、根室くんは。よーい。くっそ足押せ。うんうん、あれならワンちゃん私でも勝てるレベルなんじゃ。おまけに謎に前傾姿勢で走るから余計に顔が見えなくなるんだよね。根室、ちゃんと走れ。走ってるとこチェック済みかい。いいだろ、顔見たいんだよ。そこ死後うるさいよ。なんだっけ、もう眠いよ。私水飲んでくるから先行ってて。はい。どこの天使かと思ったら根室くんだった。あの空間だけ輝いて見える。よし、止まっと。いい顔が近い。ああ、うわー、泣きぼくろ、まつげ長。あの、高村さん。うわー、ごめん、大丈夫ではなさそうだけど。ああ、この前あんなことになったばっかなのに、そりゃ顔見たいとは思ってたけど。うん、僕こそごめんね、びっくりしちゃって。ありがとう。いつもしたたる美少年。高村さんこそ大丈夫？濡れちゃったけど。平気平気、今日晴れてるからすぐ乾くと思うし。ならよか。これ着て、ちょっと濡れてるけど。ん？教室で返してくれたらいいから。ごめんね。急に何なんだ、 100m 走ってる時より早かったぞ。お、別に平気だと思うけど、キャミソール着てるし。てか根室くんは顔がいい、それとこれ着る方が恥ずかしいでしょ、男子のだし、名前書いてあるし、優しい人なんだと思う。根室くんは顔がいい。よし、正解。じゃあ次の問いを。らしい。私は見たことないけど。ああ、今日は根室くんのご尊顔を拝めなかったな。あっそ、ご尊顔言うな。もっと興味持ってよ、もう。根室くんの顔面に。私の話に。しーちゃんこと高村千夏は最近根室くんの話をよくする。顔の話しかしないけど、今まで俳優とかアイドルにもそこまでだったちーちゃんがここまで騒ぐのは珍しい。
そんなに見たいなら見せてって言ってみれば。ふとした瞬間に垣間見えるのが尊いんだよ。こだわりがキモい。それにあんまり見せたくないのかもしれないからさ。ふーん、お腹すいた。どっか寄っていこうよ。根室くんにもいろいろあるらしい。私が根室くんについて知ってることはほとんどない。根室くんといえばおとなしくて地味でいつも一人で誰かと一緒にいるのもほとんど見ない。顔が見えないせいで何考えてるのかもよくわからないし、あとは届かんし、腕疲れるし、こんな上に書くなよな。ねえちーちゃん、やっておくよ。ああ、ありがとう。まあ、悪いやつではなさそうとか、そのくらいだ。席が隣のちーちゃんには、他に見えることでもあるのかと思ったけど、ちーちゃんって、根室くんの顔だけが好きなの？そうだが？言い切りやがった。そういうわけでもないらしい。結局、根室くんはよくわからない。位置について、よーい。うんうん、本当によくわからん。どんくさそうなのはわかった。私水飲んでくるから先行ってて。ういー。正直根室くんの顔がいいとかはどうでもいいけど、もしちーちゃんに本気で好きな人ができるなら真っ当な相手であってほしいとは親友ながらに思ったりするわけで。根室くん、根室くんか、根室くんな、頼りな。まあ顔が好きって言ってるだけだし、男子の話とか珍しいからって考えすぎたな。あ、遅かったじゃん。ごめんごめん、教室戻っててもよかったのに。そのジャージは。ああ、根室くんが水道爆発させて濡れたから貸してくれて。カレジャージが爆発？何もかも間違ってんよ。水道で濡れたから貸してくれただけだってば。ああ、そう？せっかく貸してくれたから一応着といたけど、さすがにちょっと恥ずかしいな。あ、なんだその顔。どうした？さっき根室くんすっごい慌ててたから思い出したら面白くって。顔がいいことしか知らなかったけど、根室くんいい人だわ。うん、そっか、そりゃよかった。その頃の根室くん、女の子を水で濡らしてしまった。大丈夫かな。何やってんだ。かわいい。根室くんは顔がいい。本人はあんまり見せたくないみたいだけど。ちーちゃん、明日1時でいい？待ち合わせ。うん。場所いつものとこでいい？うん。根室くんいつも一人で食べてるな。食べてる時以外も一人だけど、あの顔ちゃんと出していたらもっと人も寄ってくるだろうに。もったいない。好きで一人でいるかもだし、余計なお世話か。ねえちーちゃん聞いてる？待ち合わせ場所。ちょっとゲーセン寄ってかね。いいよ。あれ根室くん。高村さん、こんにちは。こんにちは。何してるの？これ欲しいの出なくて。ファンシーだ。こういうのが趣味なのか。高村さんはお出かけ？うん、まゆ子と待ち合わせ。根室くんは一人？うん、買い物で出てきたんだけど見つけてつい。
休みの日も一人なのか。欲しいのじゃなかったか。ネムロ君が欲しいのってどれなの？この亀のやつが欲しいんだけど。へえ、かわいいのか。もう一回。粘るな。普段ポケッとしてるとこしか見ないけど、真剣になることもあるんだ。やってることカプセルトイだけど。ドンマイ。両替してくる。まだ粘るか。そんなに欲しいのか。ネムロ君、これネムロ君が欲しいやつじゃない？めっちゃキラキラしてる。気まぐれで回しただけだし、ネムロ君にあげるよ。でも悪いし。あ、そうだ、じゃあ交換ってことで。あ、でもいらなかったら、そのどうしよう。うん。じゃあせっかくだから、いいよ、交換ね。ありがとう、高村さん。じゃあまた学校で。バイバイ。うん、バイバイ。休みの日に根室くんに遭遇するとはびっくりした。でもちょっと楽しかったな。根室くんは顔がいい。そこだけしか見てなかったけど。次は学校でも話しかけてみようかな。あ、遅い、遅刻。ごめんごめん。疲れた。なんかいいことでもあった？ニヤニヤして。え？まあちょっとね。何？なんか照れるから内緒。なんだそりゃ、遅刻のくせに。チャンネル登録はこちらから、おすすめ動画はこちらから。グッドボタン、コメントもよろしくお願いします。